どうもね。今日紹介するのはこちら。頑固な油膜、皮膜がスピーディーに取れる油膜、手を汚さずさっと落とすスゴトレ黄色瓶クイックマジックゴールド。人気の商品ですよね。 Amazon で購入しました。概要欄にリンク貼っておきますね。エッセのフロントガラスが雨の夜の日なんかにかなり見にくくなってきたので、この黄色瓶を使って油膜を取っていきたいと思います。現状はこんな感じになります。中から見ると。こんな感じですね。それでは作業していきたいと思います。わかりやすいようにこちら側を施工していきたいと思います。まず施工する面は濡らしておいてください。使い方はよく振り、上向きの状態で蓋を開け、ガラス面に押し当て1回押すそうです。そうするとこのように出てますので、1回につき約30センチ四方を磨くそうです。円を描くと落ちにくいので NG だそうです。縦横で磨くのがいいそうです。こんな感じでいいのかな。残りもやっちゃおう。こんなもんかな。作業後は白く残った液をたっぷりの水で洗い流してタオル等で拭き上げるか、綺麗な濡れたタオル等で拭き取ってくださいとのことです。洗い拭き上げ終わったので水をかけて比較してみますね。わかるかな。全然違うな。かなり綺麗だな。こちら側の方が全体的にもう水が引いてしまいますよね。未施工の部分のところはやっぱり上の部分がまだ水滴が残ってますよね。こちら側はまだここにワイパーの跡があるんですけど、こちら側には一切なくなりましたね。綺麗に取れたってことでいいんだと思うんですよね。中から見るとこんな感じです。ちょっとミラー越しだと分かりづらいですかね。ただとっても綺麗になった感じですね。この未施工の部分の上の部分なんかまだ水滴が残ってますけど、施工した部分は水滴がありません。かなり綺麗になりましたね。水をかけるとこんな感じで、施工した部分の水のはけがやっぱり早いですね。雨の日の夜に見たらよりわかるんじゃないかな。いや、やってよかった。これなら雨の日も安心して運転できるな。さあ残り半分もやって雨の日に備えよう。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。バイバイ。